そう、もう本当ね、一日本当ね、楽させてくんないね、やっぱり本当は気持ちよくドライで2レースやって、勝つつもりでもいたんだけど、まあ、1ヒート目に結構まあフィーリングは雨の中良くて、でラスト1周でまさかあんな風になるとは思ってなくて、本当天と地を味わった1日だったなというふうに思いますね。まあ、例えば3度目決まりましたね。うん、やっぱりそのチャンピオンを取ることの重みも知ってるし、やっぱ取れて本当にホッとしてるのもあって、まあ、チームスタッフみんなでヤマハをはじめ本当にお礼が言いたいですね。ありがとうございましたっていう風に、はい、でこの後バレンシアですね、なんか発表があったみたいでまあ一発全日本もしっかり取れたんで、また代役っていうことで、またこう開発チームとは違ってね、外人さんたちと一緒にやんなきゃいけないんで、またこう違った難しさもあるけど、去年も走ってるし、元気のいい走りを皆さんに見せれたらいいなっていうふうに思います。はい、まあ、とりあえずはあの全日本3回目、うん、チャンピオンおめでとうございます。本当にありがとうございます。やったぜ。